はい、改めまして皆さんおはようございます。私、JST というところのバイオサイエンスデータベースセンターと、あとその後でいろいろ出てくると思うんですけど、DBCLS というライフサイエンス統合データベース、ちょっと両方ともカタカナ多くて恐縮なんですけれども、その両方に所属しております、ミノアと申します。今回の講習会ですね、こちらの弘前大学と、それから、この両方のセンターは一応共催という形で皆さんにお届けするということになっております。で、最初にまず皆さんにお配りしている資料なんですけれども、お手元にこのフォルダーに入った資料なんですが、中一応ちょっとざっと確認をさせてください。一番最初に NBDC と右上に書いてあるパンフレットありまして、中閉じになってますけれども、そこにいくつかチラシ、2枚ほどチラシが挟まれています。バイオサイエンスデータベースセンターのウェブサイト、ポータルサイトの様子とか、それから後で講習の中でもご紹介するんですけれども、人に関するデータを集めるという取り組みをやっておりますので、それに関するチラシです。それから、DBCLS での、サービス一覧サイトの紹介というチラシで、それから、いくつか講義資料が入っています。私の部分とですね、あとそれからその後の鈴木先生の部分、それから、清水先生の部分が入っていると思います。で、それ以外に後からちょっとお配りしたんですけれども、桜井先生の資料も今後からちょっと追加でお配りしたのが、実習資料と、それか、ごめんなさい、パワポの資料と、それから実習の1枚ペラの資料があると思います。で、あと統合の日といってですね、私たちは10月5日を統合の日といって、ちょっと語呂合わせをやってまして、データベース統合に関するいろんな情報を皆さんにお届けして、一緒に考えましょうというシンポジウムをやっておりまして、まもなくなんですけれども、それのチラシを、チラシといいますか、ご案内を表裏で入れさせていただきました。ちょっと東京でね、いつも開催しているので、なかなか、こちらの方には遠いかと思うんですけど、もしチャンスがあればおいていただければなと思います。と、あと一番うちの方にちらちら入っているのはアンケートですね。一つ今回の講習の内容について、ちょっと簡単で丸々とつけていただくアンケートなので、ぜひ、お帰りの際は、出していただきたいと思います。2日おいでになる方は明日でもちろん構いませんし、今日だけという方がもしおいでになれば、今日の最後においでになる、出ていかれるときに、お出しいただければと思います。あとは先ほどの禁止事項ですね、ここのお部屋の禁止事項と、それから、参考までにということで、中井先生が用意してくださった昼食マップなんかもあります。学外の方参考になるかと思うので、ぜひお使いくださいませ。ということで、資料の確認でしたが、特に大丈夫ですかね。もし何か足りないとかあれば、言っていただければと思いますので、では私のパートの講習をちょっと始めていきたいと思います。ちょっと座らせていただきます。ちょっと結構内容はパワポの数見ても分かるように盛りだくさんなので、結構ちょっと駆け足なんですが、基本的に後から資料を見てまたなぞっていただいてもできるような形になっていますので、それで、また後で反芻しながらやっていただければなと思いますので、よろしくお願いします。まずですね、こんな感じで、講習を始める前のところで今の資料紹介もそうなんですけど、いくつかをご案内して、それから、JST と NBDC について少しお話をします。で、データ共有の取り組みって、国とかどういうことやってるのかなということとかお話しして、それから、皆さんに一般的に役立つかなと思われる NBDC で提供しているサービスですね、そういったものをご紹介します。それから、人に関するデータ関連のサービスということで、先ほどチラシがあるとお話しましたけども、私一応これに結構関わってるんで、お話ししようかなと思うと、からもその他役立つサービスでちらちらご紹介して、終わりにということで進めてまいります。で、講習会の資料の置き場なんですけれども、皆さんが、申し込みをしてくださったサイトとかあるかと思うんですけれども、そちらのサイトからですね、講習会資料はこちらというサイトが、リンクが今貼られておりまして、こちらのサイトなんですけれども、この下の方にですね、講習会の資料こちらって、こちらのサイトをご覧くださいっていうふうなところがあります。で、これで言っていただくか、あるいは資料に書いてあるようなキーワードで検索をしていただきますと、こちらのAJAX56 というこのサイトに行けます。で、この下の方にいろいろリンクこうやって貼ってありますので、そこのところを今日は実際の実習、ごめんなさい、実際の実習で使うリンクなんかとかですね、あとは実際の資料のリンクもここに全部貼られておりますので、ご活用ください。後からも基本的にこのサイト閉じません。ずっと開いてますので、後から見ていただくこともできます。
で今もしよかったら後で実習とかでもちょっと使うので、このサイトを今エクスプローラーで皆さん開けてると思うので、開けておいていただければなと思います。はい、で JST と NBDC のデータ共有の時にちょっとお話になりますけど、まずお話ししたいと思います。私自身のこと何も言ってなかったんですけど、私実は JST、NBDC と DBCS の両方で一応広報を担当しています。なのでこういった講習会でのご紹介とか、あとは学会での展示会でも多分皆さんにお目にかかることがあると思うんで、その時あ私アジャックス行きましたとかって言っていただけると非常に嬉しいので、もしよく機会があったら声をかけてください。であと先ほどお話ししたように、NBDC の方では人に関するデータ関連のサービスの取り組みもやっております。統合データベースの遠隔ということで、実はもう2000年ぐらいからですね、これパンフレットの裏に書いてある年表なんですけど、2000年ぐらいからライフサイエンス部会というところでですね、データベース重要だよねというようなこととかがずっと話し合われてきてですね、で、2006年の4月から、統合データベースプロジェクトというプロジェクトが始まりました。これは文科省を中心とした取り組みなんですけども、その、成果などを踏まえて今JST にバイオサイエンスデータベースセンターというのが2011年の4月にできて、そこから活動が始まっているというのが、大まかな年表になります。でデータを共有することの意義ということで、もう言わずもがななんですけれども、科学の世界で本来データは第三者と共有するものなんですね。でそれはなぜかというと、いろいろちょっと少し前のことでいろんなデータの再現性とかそういったこととかが非常に問題になったことからもお分かりのように、本当にそのデータ再現性があるのか、つまり真理かということとか、データそのものが間違っていないかという透明性の確保ですとか、またあるいはその新たな視点でこう再利用するとか、そういったことにデータというのは使えるものだということで、第三者と共有することが前提となっているようなものなわけです。で、あともう一つはですね、国など公的な資金を投じて得られたデータというものは、基本的には、税金で行われているわけで、その場合ですね、その税金を使って作られたデータというのは、市民のものだろうというような意識が、特に欧米を中心としてあります。なので市民はそのデータを利用するにあたってはもう一回お金を払うというのこととかはありえないということで、公的資金を投じたデータは全てみんなで共有しましょうという、そういう流れが、これは世界的にそういう流れになっているんですけれども、実は日本の中でもですね、それに向けての着実な取り組みがあります。これはですね、2013年の6月に G8 って聞いたことあると思うんですけど、そこの中で科学に関する大臣が集まって共同声明を出してるんですね。で論文のオープンアクセス化、これはもともと結構いろんな機関デポジトリとかで皆さんも登録なさったりしたことあると思いますけど、論文のそのもののオープンアクセス化に加えて、それの元となるような研究データをちゃんとオープン化していきましょうということを、この G8 の各国、先進国なんですけども、そこの科学大臣が声明を出しております。それに基づいて、世界的な議論がさらにこう加速して、オープンアクセスとオープンデータということで進んできているんですけれども、昨年度の終わりにですね、内閣府でもこのことが検討されています。で、国際的要項を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会という名前なんですけれども、ここで、どういうことをやっていきましょうということが、方針として出されましたが、その中で一応そのオープンサイエンスということはどういうことかという定義がここに書かれているようなものがちゃんと定義づけをちゃんとしていかないと話が進みませんので出されました。公的研究資金を用いた研究成果、論文もそうですけれども、生成された研究データも一応研究成果として、それを科学界や産業界、また社会一般から広く容易なアクセス利用可能にして、知の創出に新たな道を開くとともに、イノベーションにつなげるということが、最近イノベーションというキーワードが流行りですので、そういったものを進めるためのサイエンスであるというふうに定義されて、これを具体的にいろんなところで進めていきましょうというふうな話になっています。で先ほどお話ししたように、もともとずっと前からそのデータベース化、科学の成果のデータベース化というのはいろんな取り組みがされてきたんですけれども、JST につきましては科学技術振興機構というのは、いくつかの柱でいろんな事業をやっておりますが、この一つにその知識インフラの構築というのがあります。これはやはりそのイノベーション創出のための基盤となるような情報であるということで、知識インフラを作りましょうというのがあるんですけども、この中でバイオサイエンスデータベースセンターというのは活動をしております。
で、繰り返しになりますけれども、JST の中の一つのセンターで2011年の4月に設立されました。で、まあ、ミッションとしましては、とにかく生命科学分野のデータベースを使いやすくする、もうこれに尽きるんですけれども、そのために、まあ、データベースそのものの研究開発戦略ですとか、それからデータベースそのものを充実させるということで、いろんな府省間でデータベースを一緒に合わせて使いやすくしましょうですとか、生命科学の中でもいろんな分野がありますので、そのデータ統合を個別にローカルにいろいろやっていただいて、それを私たちのところで一括で見られるような形にしましょうというような、そういった取り組みをいくつかやっています。で、そのための公開のためのポータルサイトですとか、まあ、いろんな関連サービスをしているというセンターになります。 NBDC の取り組みの図ですけれども、まあ、大きく分けてこの2つになっています。基盤技術開発、データベースのその統合するために必要な技術開発をするセンターが DBCLS といって、まあ、2日目のにお話をしてくださる、ボーノさんがいらして所属しているセンターになりますけれども、ここのセンターでもって、いろんな大規模データの取り扱いですとか、そういったことをやっております。それからファンディングプログラムなんですけど、これパンフレットの中の方を開けていただくとやっぱり出てくるんですけれども、いろんな分野で、まあ、キーとなる先生方にその分野でのデータを集めていただくというようなことをやっております。この中には皆さんのにもファミリアの先生がいるかとは思います。それで私たちが目指しているその統合 DB っていうんですけど、統合 DB っていうとよくそのどっかにでっかいセンター作るんですかとか、どんなふうに集めるんですかとか言われるんですけれども、私たちが目指しているのは、まあ、NCBI なんかは自分のところででっかいサーバーを持ってそこに全部集めるっていうのをやってるんですが、ちょっとなかなかそれを今から新しいセンター作るの結構難しいことなので、そういうのではなくて、いろんなところでこうローカルに集めてもらったものをバーチャルに統合するような、そういったちょっと連邦型統合 DBと呼んでおりますけれども、そういったやり方で、まあ、実質的にユーザーの皆さんには統合化がされているというふうに認識していただけるような やり方になれるようにしましょうと、さらに、高機能な検索なんかができるようにしましょうと、そういったことで取り組みを進めているところです。さて、まあ、で生命科学データベースのに関するいろんな取り組みをされているということなんですけど、そもそもその生命科学分野のデータベースに対する要望がこんなようなものが大きくまとめるとありました。どんなデータベースがどこにあってるかがよくわからないということで、もうすでにあるかもしれないけども自分が知らないだけかもというようなことがありますし、それから複数のデータベースを横断的に検索できないかという要望があります。こういう有用なデータベースがあると分かっても、そこのサイトに行って一生懸命一個一個検索しなきゃいけない、それは面倒なので、なんとかいっぺんに検索できる方法はないだろうかというようなことがあります。それからさまざまな異なるデータベースを一括検索したいというような要望がありました。それからさらにはですね、誰かが作ったそのデータセットを自分も自分なりのやり方で解析したいから、そこのインターフェースのどっかのウェブのインターフェースに行って一個一個検索するとかではなくて、自分のところで一括で、ダウンロードして使うことができないかということで、データセットの取得ということが、要望として大きくこの3つがあったんですけれども、それに対して、NBDC のサイトのところではこういった3つのサービスを提供しています。1つはデータベースのカタログ、それから、まあ、そのままですけど一括検索のサービス、それから一括でダウンロードできるサービス。で、これについて、この後順々に説明をしていきたいと思います。で、もう一つちょっとその前になんですけど、まあ、データを利用する際のいくつかの問題点がまたさらに実はありまして、中にそのどのようなデータが入っているのかよく分かんないというようなことがあります。で、それに対しては、まあ、データフォーマットを標準化してデータの説明もちゃんと標準化するというようなことで、まあ、何が書いてあるのかを見れば一目瞭然というような形になるべくデータを揃えていきましょうというやり方で、それを解決しようとしています。それから、求められるデータが入っているかということなんですけども、まあ、これはちょっと私たちの努力だけでは難しいところもあるんですけれども、まあ、公的な、資金を使った研究についてはデータをちゃんと帰宅することを義務付けていきましょうといったそういった、仕組みを、まあ、徐々にですけど文科省とか厚労省とかそういったところにやっていただいたということです。それから、あとデータ、まあ、あるのは分かったんだけれども、どのように使ってよいのか分からないというようなことがあります。まあ、利用に際しての条件というのがバラバラで、そもそもその条件ってどこに書いてあるかよく分かんないとかですね、もしかしてお金かかるとか、商用可能かとかですね、そういったことが、一応疑問として常に出てくるので、そういっ
それに対しては、まあ、利用条件をやはり標準化してそれをちゃんと明示すると、データベースやデータそのものについてちゃんとラベルをつけてあげて、これはどうやって使っていいんですよということが分かるようにしようということをやっています。でそのためのラベルの一つなんですけれども、クリエイティブコモンズという、もともと著作権ですね、あの著作物、本とか図絵とかですね、そういったものにつけるクリエイティブコモンズというライセンスがあります。これ基本的にまあ再利用と共有を促進するための仕組みなんですけれども、あの日本であの著作権法で基本的に守られているっていうのは、著作者がすごいこうあの、強大な権力を実は持っているんですね。今あのちょっといろんなところであの図とかでちょっと問題になって、著作権という言葉をまた最近よく聞くようになったんですけれども、ああいったことがありますが、これはですね、その著作のそのものを作った人が、自分で、こういうふうに使っていいよということを宣言する、そういったマークになります。で再利用と共有を促進するための仕組みで、どちらかというと、禁止事項をすごく制限して、あとは自由にやっていいよということを宣言するためのマークです。例えば作品の利用に関して、表示というマークですね。このマークは、作品のクレジットをちゃんと表示してくれれば、あとはどういう使い方してもいいよという意味になります。あるいは、まあ、非営利というマークがありますけど、これは営利目的での利用しなければどういう使い方してもいいですよということになります。あとは継承というのは、元の作品と同じ組み合わせの CC ライセンス、この CC ライセンスですけれども、ここで公開することという意味になりますので、これは例えば表示ってついているデータを使って何か新たなデータベースを作ったりしたら、基本的にそのデータは、まあ、他の条件がついていなければですけれども、表示という条件の下で公開してねっていうことがつくというようなことになります。でこの4つのマークを組み合わせて、表示からですね、あとまあ表示だったり非営利だったり、変えないでという改変禁止というようなもので、この6種類のマークが基本的なマークになってまして、これで、どこかの条件を著者が選択することができる。でデータベースについてはちょっとまあいろんな法的な議論もあるんですけれども、基本的には著作物であるという考え方で、私たちはこのラベルをつけていただこうということで、お願いをしています。で NBDC で使用している CC ライセンスなんですけども、基本的には、CC 表示継承で、まあ、クレジット表示してもらって同じ条件で配布、また作った二次的に作ったものは同じ条件で配布することという条件とですね、それからまた単に CC 表示だけあればいいよというものと、あと明示的にもうあの私は何も利用条件を提示しませんとい こう CC0 というものが実は最近新しく出てきてまして、まあ、基本的にパブリックドメインのものですよという制限をするやり方もあるんですけども、こういった3つのライセンスをどれかつけていただくようなことをお願いして、例えばデータを預けていただくとか、そういった時にお願いをしているところです。で、まあ、利用の自由度はあの見てお分かりのようにこちらになればなるほど高くなるということで、これらの、ラベルをつけていただいて、利用者の方がどんな条件で使っていいかということをよく分かるというような形で、データを提供するということを進めています。さてではここからですね、主なサービスについて、実際にちょっと手を動かしながらやっていきたいと思いますので、皆さん先ほどのウェブサイトのところを開けておいていただいたでしょうか。そこをあの今から資料を見ながらそこで少しやっていただくこともあるので、ぜひあの手を動かしてください。あのここからもね、実はね、資料を見てやっていけばどんどんできることなので、もうどんどん実はあの私の説明聞かなくてもやってもらっても全然構いません。であとはそのサービス使ってご自分なりのキーワードの例とかもちろんあの書いてあるんですが、そういうのをもっと自分でやりたいものを検索していただいたりということもできるので、ぜひあのできる方はどんどん進めてください。NBDC のポータルサイトというのがこんな感じになります。先ほどパンフレットの中にチラシとして1枚挟んでありますけれども、先ほどご紹介した DB のカタログ検索一括ダウンロードということのサービスは、左上の一番アクセスのしやすいところに固めてありますので、まあ、NBDC と検索していただければ多分トップに出てきますので、それで見ていただリンクで行っていただければと思います。でまず1つ目の、どんな DB がどこにあるのかということで、サービスが1つ目の DB のカタログなんですけれども、これについてご紹介します。インテグバイオデータベースカタログという名前で呼んでおります。インテグレーション、バイオデータベースのインテグレーションということでこういう名前がついているんですけれども、国内外の生命科学系のデータベースの所在情報とか説明情報1500件近く集めております。でまあ、国内でそのいろんな公的資金でやられたデータベースの情報を集めるということが割と主目的ではありますので、海外の主要なデータベースももちろん入れてありますけれども、国内のデータベースが1000件以上入っているというところがかなり特徴的かなと思います。
で、記述項目としては、データベース名ももちろんですが、URL とか、どういうところが作ったのか、対象としている生物種は何かなどの説明も加えてあるというところで、こういうところで、検索とかを利用できるようになっています。で、キーワード検索からカテゴリーからの絞り込み、そういった絞り込んでいって、ご自分の目的とするものにたどり着くような、たどり着けるような仕組みになっています。で、記述項目が、ダウンロード可能なので、これはデータベース、なんていうかな、そのカタログを利用するだけにはあんまり関係ないんです。そのカタログの情報を使って、なんか自分なりのサービス立ち上げたいというような時なんかですね、カタログに書いてある情報は基本的に CC0 で配布してますので、ご自由に使っていいですよということになってますので、もし興味のある方はこう使っていただければと思います。入り口は、こちらの左上のインテグバイオデータベースカタログをクリックしてみてください。そうすると、こんなようなインターフェースが今出てくると思います。左側のところは、絞り込みですね。まず検索の、ボックスと、それから、一覧でからこう絞り込んでいく、いろんな機能があります。生物種のところプラスってついてますけど、プラスの動物の中には動物のそのいろんな種類が書いてあるということで展開できるようになってますので、ちょこちょこ見ていただければと思います。真ん中のところはデータベースの一覧になってまして、一番トップに出てくるようなこういったそのサムネイルで、ウェブサイトの様子なんかも分かるようになってますので、なんかこうパッと見に見たことあるなとかいう感じで分かるようになっています。で、一つ後でもちょっとご紹介しますけど、この休止って書いてあるんですが、毎日毎日このカタログに搭載されているデータベースに対してアクセスしてまして、そのデータベースがちゃんと動いているかどうかの確認をしています。なんかこういうふうに検索してカタログ出てきてクリックしていって、なんかこうノットファウンドとか出ると非常に落胆しますよね。なので、それがそういうことがないようにですね、ちょっと今はちょっと止まっちゃってるんだけどっていうようなサイトがあれば、そういうことの情報もこのサムネイルのところに出すようにしています。あと、こちらはいろんなニュース新着情報ですとか、あと、先ほどダウンロードできるって言いましたが、そういうダウンロードリンクとかですね、お問い合わせリンクとか、そういったものがあります。まずちょっと一つ例として、ここにウイルスっていうリンクが単独であるんですけど、これをちょっとクリックすると、資料にもありますけど、ちょっと資料今隠れちゃってると思うんですけど、例えばこんな感じにその49件のリストがこういうふうに出ると、であとその選んだその情報ですね、これがこういうふうに出てくるといった感じで、こういった画面になります。でこれ戻したい時の一応全条件をリセットするか、あるいはこれバツ外していただくということで、いくつも重なって条件ある時はバツ外していただければ、外れるようになってますが、ちょっととりあえず全条件でまず戻してみて、そうするともう一回ちょっと戻りますが、今回ですね、私なんか弘前ってもうキーワード聞いた時にもうリンゴしか思いつかなかったんで、とりあえずそこに書いてある例は果樹って検索してみました。で果樹って検索するとこんな感じに6件のデータベースが出てきます。でその中で、真ん中辺のところにですね、なんかまさになんかリンゴ害虫生態画像データベースって、こんなのあるんだって思ったんですけれども、ちょっとこんなのを参考例としてちょっと見てみようかなと思って、次のページにも書いてあります。このデータベースなんですけど、今こうやってリストに出てきたのがここの部分になりますが、これの、このサムネイルとそれからタイトルの方ですね、ここをクリックしていただくとオリジナルサイトへのリンクになっています。で出てくるのは農研機構さんでやられているこのリンゴ害虫生態画像データベースというものです。中にご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、こういったサイトがあるということです。でそれに対して、私たちのところで、詳細情報というか、そのデータベースについての説明情報をまとめてあるのがこういったものになります。カタログの掲載内容ですが、こういった感じになって書いてあります。次のページに大きくしてあると思うんですけれども、こういったことですね、名称とか、別称があれば別称とか、それから運用機関名、それからそれに対する説明ですね、で日本で作ってるデータベースですとか、あとは、生物種として何が対象かというか、これは害虫のデータベースですので、インセクタっていうことになっています。はい、そういうこういった情報をまとめて、どのデータベースに対しても一応一律にこうつけようということを努力しているところです。それで、インテグバイオデータベースの使い方、3ということで、さっきちょっと言ったダウンロードについてはここにありますので、これは興味のある方がまた使いたいときに見ていただければと思いますが、さて次のページが、実習ということになっています。なので、
基本的に 1,2,3 のところは左側にある絞り込み機能を使ってみましょうというそういう練習なので、今ちょっとここでお時間を取りますので、この 1,2,3、まあ、4のところは今回はやらなくてもいいかなと思うんで、ちょっとやってみてください。5分くらいちょっと時間を取ります。それであとはまあ思いつくキーワードなので自由に検索したり、違うカテゴリーで絞り込んでみたりということで、ちょっとやっていただければと思います。ではしばらく。あまり普段いろんな検索をされていると思うので、別に全然難しい話ではないかと思うんですけれども、今こういったところですよね。でじゃあ一緒にボツボツやりながらやってみましょうか。植物なので、植物って選んでいただきます。そうすると、まあ、植物って247に絞り込まれると思うんですけれども、そのうちのゲノムだから、下のゲノムってやっていただくと40件という形になります。これいいですかね。ちょっとどこにあるのっていうのがいまいちよくわからないかもしれないので、ここの左のところをいろいろ見ていただければと思うんですけど、でその下に地域っていうのがありますので、日本とか日本以外のとかになりますので、これを、2つ目の課題としては、そのうち日本ではということは日本、同じ画面が出てるでしょうか。はい、それでその実習今度3のところですけれども、そのうちいくつが稼働しているかということで、ちょっとなんかこう残念なこういう14日以上休止とかいうのもありますので、まあいくつ稼働しているのかなということ、運用終了なんていうのもありますね。なのでここをさらに、稼働中ということで絞り込んでみたいと思います。はい、こんな画面が皆さんも見えているでしょうか。それでこの上のところにですね、ご覧いただけますように、まあ、自分が選択したこの条件ですね、こういったものがここにこう出てますので、じゃあゲノム外したいと思ったらゲノムピチッてやっていただければ、こんな感じに外れるということで、絞り込み条件の編集もこんな感じにできるようになっています。特にここまでは問題ないですかね。はい、で皆さん、ご自分で、ご自分の専門分野などで必要なキーワードとかで絞り込んでいただければと思いますので、ぜひこれをご活用いただいて、もしかしたら皆さんが今まで使ったことないデータベースに行き当たることがあるのかなと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。はい、じゃあここまで、カタログのご紹介でした。何か質問とかないですかね。大丈夫でしょうか。では続けて資料の方に戻って進めていきたいと思います。はい、その後のシートには実習のところの説明、こういうふうにやってくださいっていうことが書いてあるので、後で見直していただいてもできると思います。さて、主なサービスの2つ目に行きたいと思います。複数のデータベースを横断的に検索できないかというサービスです。まずその内容についてちょっと ご紹介したいと思います。生命科学 の、まあ、コンテンツを対象にした検索システムです。今検索対象のデータベース541件です。分子データベースの中ですとか文献や統計情報と合わせてこう一括検索できるようになっています。基本的にキーワード検索ですので、ブラストとかそういうのはできません。今のところは分子 DB の中の、いろんな記述がありますよね。生物種だとかアノテーションいっぱいついてるのがありますけど、そういったところを検索するようになっています。
から検索キーワードは日英相互翻訳いたしますので、京都大学の金子先生がやられているライフサイエンス辞書というのを気になったことある方もいらっしゃると思います。この辞書を使ってやってます。ですのでライフサイエンスの分野での日英相互翻訳になってますから、そういった意味でも、専門的に正しい翻訳をされていると思います。それから、検索結果も絞り込み機能などもありますので、そういったことでご自分の目的とする情報にピンポイントでたどり着いていただけるように工夫をされているというものです。で、よくこれをご紹介するとですね、Google で検索するからいいとか言われるんですけど、まあ、例えば Google でこうマウスって検索すると、当然まあ実験の人で欲しいのはこっちのマウスちゃんなんですけれども、まあ当然出てくるのはコンピューターのマウスがこういうふうにダーッて出てくるわけですね。科学 .com とかで出てくるわけです。でそれから実はその生命科学のデータベースってこう総構造にこういうふうになってるんですけれども、まあ基本的に Google とか Yahoo とかで検索できるのはその表面に一番出てるところだけなんですね。でここ深層ウェブって言うんですけど、こういうところって検索できてないんです。さらにはなんかこれちょっとある報告例から引っ張ってきてるんですけれども、そのいろんなこうサービス、実はまあ、得意分野っていいますか、そういうものがありまして、例えば Google なんかでは公開ウェブの 53.2% 程度しかカバーしてないよというようなこともありますので、やはり生命科学のこの横断検索は、データベースの特性に合わせて、また生命科学という分野に合わせて特化した作り方になってますので、そういった意味でも専門性の高い検索、横断検索になっているということです。実は意図したものとも異なるとか、実は網羅的でもないという、こういった欠点を補うようなものになっています。で検索対象、一例ちょっと概数なんですけども、文献があったりですね、それから特許なんかがあるのが結構企業さんとかはやっぱり一緒に検索できると嬉しいというふうにおっしゃっていただいてます。またあとこういった分子情報ですね、分子情報なんかについても記述のところで引っ掛けてくるということで、こう文献、主に文献のものとそれから分子データですね、こういったものを合わせて検索できるというところがこの特徴的なところです。横断検索の入り口こちらなんですけど、ちょっとですね結構これ負荷のかかる検索なので、今日は30人はいないので大丈夫だと思うんですけれども、一応講習会用ということでデータの数を制限した入り口を作ってございます。でこちらさっき の資料の置き場ここだよというところにですね、検索1検索2ということで書いてありますので、そちらの方を使っていただく分には今からでもご自由に使っていただいて構わないので、で本ちゃんのサイトですね、こちらのサイトはまたご自分で個別に研究室とかにお戻りになってから使っていただくということでお願いをします。こちらですね、この講習会のプログラム資料置き場のところに、講習会を1とか2とかって書いてあると思うんで、そちらからちょっと入ってみてください。特に分けませんので1でも2でもどちらでも大丈夫だと思います。もし不具合があったら言ってください。それで、今からちょっとインターフェースご紹介するのはちょっと本番サイトの方でちょっと、ご紹介します。講習会のはもうちょっと簡素な作りになってるんでこんな風になってないよと思うんですけれども、トップページのところは非常に簡単にボックスが一つといって Google じゃないよと言いながら Google ライクなこういうインターフェースなんですけれども、あとはファーツニューとか、インフォメーションが一応ニュースなんか出てくるようになっています。で、ここにはですね語句のサジェスト機能ってよく入れていくとこう保管してくれるってなると思うんですけれども、こういった機能もありますので、非常に入力が楽ということですね。それからこれちょっとあんまり使わないかもしれないですけど、一応データベースのそのものをぐわっと検索するか、あるいはどんなところにどんなヒット件数があるかっていうのを検索することができるようになってるんですけど、基本的にデータベースの方にポチッと入っていますので、そのまま検索していただければと思います。あとは便利なこうヘルプページとかですね、そういったものここにありますので、必要に応じて使っていただければと思います。英語版もあります、もし必要であれば。それから、あとちょっと詳細検索ということで、こういった対象のデータベースを絞り込むとかね、そういったことも、フルバージョンだと一応できるので、これはちょっとまた後この資料を見ながらでも結構なので行ってみていただければと思います。はい。それから検索後の日英翻訳をオンにしたりオフにしたりとかいうようなこともできるようになっています。あと生物種の絞り込みですね、こういったのが詳細検索だと、ノイズなどを少なくするようなこともできますので、これも使っていただければなとは思います。はい、こんな感じでここもプラスになっているので、展開してそれぞれ選ぶとかでなんか結構細かくできるようになってますが、
で検索結果ヒット件数のだとこんな感じに、まず数だけ出てくるようになるんですけれども、まあ、これはこのプラスのところをやはりもう展開できるようになってまして、中で例えばゲノム遺伝子 RNA で2万500もヒットしているのうちに、ゲノムは182だしとかいうようなこととか一応分かるようにはなっています。まあ、こういうのでまずは当たりをつけるというのもいいのかもしれません。あんまりいきなり2万も当たるところを見に行ってもなかなか全容がつかめないと思いますので、かなり絞り込んでいくというのが必要なのかもしれないですね。プラスがついている限りはさらにサブカトリグリが展開できるようになってますので、最終的にここの一つのものはもう一つ一つのレコードになりますので、そこに行って実際の中身を見る形になりますが、ここの辺をこういうところをクリックしていただくと実際にヒットした検索内容が見えるようになっています。でもう一つ、あとここに I って書いてあるんですけど、よく、街中でも見かける I というこのマークですね。こういったマークがあるのは、どういったデータベースかというようなこととかが分かるので、あまり知らないデータベースなんかに当たった時にはこういうのも参考になるかと思います。で検索結果、データベースそのものを検索した時の結果はこんな感じです。まあ本当に Google のような感じかと思うんですけども、どういうレコードに当たったっていうのと、あとはそのレコードの中身、触りのところとかがこういうふうに見えるようになってまして、例えばこのインフルエンザっていうので検索した時にはですね、この日英翻訳がちゃんと言ってるのがお分かりかと思います。こういうふうにインフルエンザ、英語の、今英語のしか当たってないみたいですけど、こういった感じに日英翻訳が中で動いて、検索されているということをお分かりいただけるかと思います。はい、でこちらの方にはその関連情報とかですね、そういうものが出てきます。同意語とかそういったものも出てきますので、こういうのも参考にしていただければと思います。あとは絞り込み機能なんかがナビゲーションバーのところについていますが、それは、やはりその白のところをご覧いただければ分かるように、まあ、そこをポチッと押していただければどんどん絞り込むことができるようになってまして、例えばここをこうやって絞り込んでいただくと、今これ絞り込んだ結果は全てのデータベースから統合データベースプロジェクトに関する文献情報、さらに、インテグバイオのデータベースカタログの中を絞り込むと、インフルエンザについてこういったデータベースがありますよというような情報が、まあ、4件までに絞り込むと中さっと見ることができると思いますので、こうやって絞り込んでいただいて見ていただくというような形でご利用いただけるものです。ここを見ていただくとあれですね、カタカナと英語と両方ヒットしているのがお分かりいただけるかと思います。でここも、サムネイルとか検索もヒットの文字ですとか、それから URL ですね、実際に URL でこのデータベースレコードに行っていただくとか、そういった情報が全部ここに詰まっているといったものになります。さてちょっと駆け足で説明終わりましたけれども、じゃあ皆さんそれぞれですね、今その横断検索の実習ということで簡単にちょっと今ほとんどなぞるような形なんですけど、一回やっていただければなと思います。実習567、そんなにこれも難しいことではないんですが、まあどこにどういう機能があるのかなかなかわからないと難しいかと思いますので、またちょっと画面を切り替えて前の方で少しやりながら皆さんもご自分のところで進めていただければと思います。よろしいでしょうか。資料の中にもね、実際にその検索やった時の、画面が一応書いて貼り込んではありますので、それを見ながらでも結構です。いただければ、例えばインフルエンザって入れていただくとこんな感じに出てきてますかね。出てきてるでしょうか。インフルエンザで検索した結果がこんな感じです。379件、今かなり絞り込んであるんで、さっきの何万件というのとはちょっと違ってますけれども、379件ぐらい出てくると思います。それで、出てきている検索されたデータに関して、中見ていただくと、やはりちゃんとインフルエンザとかってなってると思うんですけど、でしょうかね。それで、
それが実習の方になっていると思うので、あとは外部サービスを使った検索ということでちょっと見ていただくと、ここに J グローバル、これもJST の一つの、まあ、結構また違ったタイプの統合データベースの一つなんですけれども、そういったものがありますので、これをちょっと見ていただくとこういった画面になると思います。この場合ですね、 J グローバルの場合はちょっとかなり便利にできてまして、このすでにその J グローバルのリンクへ飛ぶと、J グローバルのホームページに飛ぶだけではなくて、検索のこのワードがちゃんとこうすでに入っていて、まあ、検索の終わった結果がこういうふうに出てくるといった形で、インフルエンザかインフルエンザが検索されて結果がそのまま出てくると。これはちょっと相手方のデータベースでどういった検索式を投げることができるかっていうことにちょっと依存するので、必ずしもこうなってるわけではないんですけれども、いくつか のデータベースについてはもともと入れたキーワードにが元その先にもきちんと入るというようなやり方で、ご自分が求めているデータに各データベースでたどり着きやすくするということをなるべく心がけていますですね。よろしいでしょうか。はい、それでその次の実習の7と8のところに行きますと、SOX2 というのをちょっと検索に入れていただくと、こういった結果の画面が出てくると思うんですけど、大丈夫でしょうかね。はい、はい、それで、これの実習78のところは、まあ、SOX2 で検索をすると、ここに関連遺伝子としてなんか性決定因子 の遺伝子名が出てきているので、これをちょっと選択していただくとどういう結果になるか、ちょっと見てください。こういったものが出てくるかと思います。で、これはまたこの関連遺伝子のという情報で絞り込んだ形なんですけども、これゲノムネットワークプラットフォームっていうところの情報が示されているので、これを見に行くと、今度ここに出てきている画面はゲノムネットワークのプラットフォームの中の関連するそのネットワークですね、そのネットワークの情報がこういうふうに出てくるといった形で、まあ、元々入れたその情報とそれから関連する遺伝子ということのその組み合わせという形で、こう今ここにネットワーク情報が出てくるというふうな使い方ができるというご紹介でした。これいろいろ皆さんが検索対象にされるものによって、いろんなこの辺に出てくるものはいろいろ変わってきますので、まあ、必ずしもこういう形で出てくるというわけではないんですけれども、一例としてこういうふうにネットワーク情報にたどり着けると、こういうような使い方もできるというご紹介をさせていただきました。よろしいでしょうか。で、最後にちょっとだけご紹介したいのが、横断検索モバイルというのもありまして、これはですね、まあ、モバイルでスマホとかで見られるよというものなんですけれども、まあ、そうですね、あまり皆さんが日頃歩きながらいきなり検索したくなるとかそういうことは別にないと思うんですけれども、例えばパソコン持っていけないところでスマホだったら持っていけるけどっていうようなところももしあればですね、ちょっとなんか調べたりするのには便利かなと思うので、これの機能も合わせてお使いいただければと思います。はい、最近は画面も結構大きいので、まあ、細かい文字でも結構見られるかなと思うので使えるかもしれません。はい、ここまでが横断検索のご紹介でした。で、最後にデータの一括ダウンロードについてまたご紹介していきたいと思います。3つ目ですね、データベースアーカイブというサービス名でデータの一括ダウンロードのサービスがございます。国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービスで、収録データベースが103件あります。データを預けていただくと
先生方にやはり許可をいただいてという形になりますので、ここにあるのはやはり国内の先生方と、一応交渉してですね、こういった条件でここに置かせてくださいということで、置いてあるものになるので、国内でということになります。それで、いろんな形式でダウンロードできますので、その後どういう処理をしたいかということによってですね、データのダウンロードの仕方も違います。それから、重要なのはそのデータやデータベースやデータについてのちゃんと説明、こういうのをメタデータっていうんですけれども、そういったメタデータをちゃんとつけてあるということで、どういうものかとか、どういうふうに取られたものかとか、そういったものがちゃんと分かるということになっています。でデータは CC ライセンスで、基本的には CC 表示継承というライセンスで、利用許諾が統一されていますので、分かりやすいということで、使いやすさも、心がけているということです。中身としてはこんなものがあります。基本的にその公的プロジェクトで取られたようなデータになりますので、ゲノムや遺伝子ですとか、発現の情報ですとか、タンパク質や化合物、代謝物といったこういったデータベースが中に入っています。データベースアーカイブの入り口はこちらです。先ほどの左上の3つの一番下のところになります。でトップページこんな感じに、データベースについて のこのアーカイブそのものについての説明がいろいろ書いてありますけれども、ここから下が一応全部こう、10件ずつこう表示するような、ここで表示件数変えられますけどなります。でここに記述されているような情報でもって、この一覧内を検索することができるようになっています。はい、ここですね。これが検索ボックスです。でここからなんですけど、ちょっとなんか結構手順が複雑なので、こういうやり方があるんだよということで、一例ということで皆さんと一緒にやっていきたい、説明するよりもやった方が早いと思うんで、こういうふうにやっていきたいと思います。実習の9はオープン TG ゲートっていうのは、毒性の情報を実験情報と合わせて登録されている、元医薬基盤研さんで作られてたデータベースです。ここの中から、幹細胞肥大というハイパトロフィーということを示したデータを絞り込んでダウンロードするというような流れで一つやってみたいと思います。でそれからその際の肝臓の病理画像を見つけるということで、これ病理画像が登録されていればということなんですけれども、病理画像を見つけることがここからできますので、そこまでたどり着きたいと思いますが、画像データのダウンロードやフルサイズビューというのは、実は非常にまたそのデータをダウンロードするヘビーなトラフィックになりますので、この講習会中は試さないで、ご興味のある方は後からまた見ていただければと思いますので、これはちょっと試さないでください。はい、いやすみません、それでオープンデジゲーツについては資料の一番下の方に書いてありますね。こう170の化合物をラット個体およびラット人幹細胞へ暴露した場合の遺伝子発現と毒性のデータベースということで、非常によく使われているデータベースの一つです。実習9というところで資料を見ていきながら進めていただきましょう。一覧内検索のところにオープンって入れてみてください。なんかもうインクリメンタルでもすぐこんなような感じにもう3つに絞り込まれてるかなと思うんですけれども、それで行っていただくと、オープン TG ゲーツっていうのが一番下ですね。はい、こんな感じで一回まず利用許諾っていうのをちょっとどんな感じで書かれてるかを一回見ていただければと思います。そこの 右下の CC 表示継承詳細のところをちょっとクリックしてみてください。そうすると出てくるのがこういった画面になるかと思います。本データベースの利用許諾ということで、マークとしてはこの CC by SA とシェアライクというこれが標準な利用許諾になるんですけれども、あとは例えばですね、クレジットって書くときどうやって書いていいかわからないじゃないですか。でそれをですね、こういうふうにこういうふうに書いてくださいってことがちゃんと書いてありますので、バイがついてますから、引用されるときにはこういったものをちゃんと書いてくださいということで、その書き方をここで確認していただくというようなことですね。で、他にいろんな利用条件がないかと日をざっと読んでいただくっていうのが、データベースを利用する前に一つやっていただきたいことになります。はい、ですね、作成者のクレジット表示と CC 表示継承のもと配布していただきたいということです。でじゃあ元のページに戻っていただきまして、データベースの説明を確認するという作業をやっていただきます。サムネイルか名前をクリックしていただけますか。そうすると
出てくるのはこういった画面になるかと思います。ここもこういった項目揃えてあります。例えば、名称、別名とかそんなもちろん必要なんですけども、あと作成者ですね、どういうプロジェクトとかどういったところで機関で作られたかとかいうことですね。それから、プロジェクト の、その予算的な背景とかそういった情報も書いてあります。どういうプロジェクトで どういう時に作られたみたいなことですね。あと運用開始とか、最終更新年月日とかそういったこと、もちろんオリジナルサイトのリンクもあります。で、基本的にはこのアーカイブに登録されているデータはそのままこうダウンロードして、先ほどの利用許諾に従って使っていただく分にはもちろん何の問題もないんですけれども、特に何かこう変わった条件で使いたいということがもしおありの場合はこの連絡先というのがありますので、そこへ連絡していただけるような、そういった情報も載せてあります。はい、ではじゃあ今度はダウンロードするところにちょっとたどり着きたいと思うので、また元のページに戻っていただいて、今度はこのダウンロードというところをクリックしてみてください。そうするといきなりダウンロードするっていうことにはもちろんならないので、次のダウンロードページというのがあります。これはいくつもこうやってパネルっていいますか、そういうのがありますので、こういったダウンロードページがあるんですけれども、リードミーから始まっていろんな例えば化合物リストとかですね、そういったものがあります。でここから、クリックするといきなりまたこのデータのサイズ書いてあるのお分かりのように、いきなりもうこうデータを ZIP 形式で丸ごとダウンロードすることができますので、お知りになりたい情報がこのリストからお分かりになればすぐダウンロードしていただければいいということになります。でこちらはデータを眺めてからダウンロードするというような機能を持っています。検索&ダウンロード、そういうのができるものについてはこういったものをつけてありますので、今この一番下の病理情報のところですね、検索&ダウンロードというところをちょっとクリックしてみてください。でそうするとこんなような書きぶりのデータが出てくると思います。それでここからちょっと先ほど言ったその肝肥大の絞り込みの作業というのをちょっとやってみたいと思うんですけれども、ここで、テーブル内の検索と絞り込みをやりますので、もう今すでにこうちょっと入っちゃった画面になってますが、ハイパートロフィーと言ってファインディングアンダーバータイプというの、これはプルダウンメニューになってますので、ここでちょっと選んでいただいてサーチというふうにしていただくと実際にこの画面になるかと思います。そこまでちょっとやっていただけますか。はい、そうしますとこのファインディングタイプというところのここですね、ここのところがハイパートロフィーになっているものっていうふうにして、こういうリストが出てくるということになります。実はこれ82ページもいっぱいあるので、これだけじゃなくてどんどん見ないといけない、全部で1226もあるそうですけれども、で絞り込み結果をダウンロードそのまますると、1226のアイテムをですね、全部一括ダウンロードここからすることもできます。だから全データのダウンロードに関しては、こういった形式を選ぶことができますので、目的に応じてやっていただければと。普通の Excel 表に落とし込む場合はですね、CSV というので使っていただければと思いますし、いろんなデータベース、他のデータベースとつなげたりとかするときにはちょっと他の形式が必要になってくるということになります。でこの右上のこのところでちょっと実習10への内容になりますので、一応ここで実習9の内容はこういった形で絞り込んでダウンロードできますよというところで終わりになります。実習10へ進みましょう。でこの、データに関してはその、組織の画像がついておりますので、こういったことで病理画像が見られるようになっています。で先ほどの、クリックしていただくとこういった形にこうになります。でここをちょっとフルサイズビューとかダウンロードは後でやってください。ただここをクリックするのはサムネイルクリックの拡大パッというのは画面上多分それは簡単にできるはずなので、それをちょっと試していただいても構わないです。はい、これはそのデータベースにどういうデータが入っているかに依存しますので、必ずしも画像があるわけではないですが、こういったことで例えば結構この毒性のデータベースって実はすごい使われているので、もしかしたら皆さんのお役に立つ場面があるのかもしれないなと思ってご紹介をしています。結構これは複雑なデータベースの一つですね。
それで、このデータベースアーカイブにもちょっともう一つ面白いと言いますか機能がありまして、その前にですね、このデータベースを代表するテーブルの検索ページはここからも行けますということで、これはこちらの動物 DGS の方で提供しているようなテーブルとかそういったところに検索をすることができますが、ですね、一つこの利用状況っていうのがデータベースアーカイブみんなどんなの使ってるんだろうっていうことを結構問い合わせとかあったりしてですね、で利用状況をお示しするようになったんですけれども、実はこの OpenDGGate っていうのは非常によく使われているデータベースで、だいたい毎月毎月常に1位に来てます。なので、皆さん非常に興味を持って見ていらっしゃるんだなということが分かります。毒物毒性に関するデータベースってなかなかこれだけ網羅的にやったのってないということなので、非常に皆さんが興味を持って見ているということです。あとはまたこうなんかこうサムネイルを見てですね、なんかこうこれ何って思ったらちょっとクリックして実際に見ていただければどんなデータベースかというのことが分かりますので、皆さん後でもしよかったらこういうところをお時間があれば見ていただければと思います。はい。でデータベースアーカイブについては、これはちょっと作ってる人からいつもこう宣伝してくれと言われてるんですけれども、常に皆さんからのデータの受け入れを募集しております。なのでデータを共有することを ここでこの、プラットフォームを使ってデータをこういった形で共有することが非常に簡単にできますので、ご自分でもう持ってなくてもいいやと思われるデータがありましたら、ぜひ一度ご相談いただければと思います。私たちのサーバーの上で、長期的安定的に管理をいたしますので、独自のサイト管理が不要になりますし、から担当者の方が移動されてしまったりとかですね、あとプロジェクトが終了してしまったというような、そういった時に早めにご相談いただければ、私たちの方基本的になるべく受け入れる方向でお話し進めてまいりますので、ぜひこの声掛けをいただければということでご紹介をさせていただきます。はい。で今この3つの非常にメジャーに使われているサービスご紹介しましたけれども、もう一つ人に関するデータ管理のサービスということで、今日は結構医学部の方とかも来ていらっしゃるということなので、ちょっとご紹介をさせてください。ゲノム医学データベースに関する NVDC の取り組みということで、人のデータというのは、即個人が同定できるということではないものももちろんあるんですけれども、それでもやはり個人同定の可能性があったりとかですね、そういったいろんな状況がありますので、倫理的な配慮が必要ということで、普通にこう単にオープンにしていいデータとはちょっと違った枠組みで私たちのところを保管、かつ提供しております。これが NVDC 人データベースというものです。で場所としては、先ほどの左上の3つのすぐ下ですね、ここに NVDC とデータベースというリンクがありますので、これは、もし、ご覧になりたければそこからクリックして中を見ていただければと思うんですけれども、基本的に人に関するあらゆるデータを対象としようということで、今はNGS で解析されたような全ゲノムデータとかそういったものが中心なんですけれども、人に関するものであれば何でも受け入れようということになっています。画像とかですね、そういったものも受け入れようということになっています。から基本的にここにあるデータは匿名化されています。名前とか、すぐにこう簡単に個人にたどり着けるような情報はすぐ落とすということで、もしそういう情報が必要かつその、コホート研究のように追跡したりすることが必要であれば、やはり提供してくださっている先生の情報なんかもちゃんと書いてありますので、そことやっぱり具体的な共同研究も進んでいただくことが必要なので、それにたどり着くための私たちは目次的な位置づけでもあるというふうに思って運営しています。でここに、格納していただいたデータに関してはデータの提供とか利用に関する審査は NVDC が実施します。結構提供利用の一応審査をするということで、それを各個人の先生がおやりになるって結構手間なので、そういうところを私たちがやらせていただくということになっています。であとはガイドラインが変化したりですとか、あとゲノムデータを共有するということに関するその社会的な理解なんかもどんどん変わってきてますので、そういったところの変化を柔軟に対応していこうというふうに考えています。公開データ数はまだ今のところこんな感じですが、今、審査をかけたりとかいうことで徐々に増えているところです。中に格納されているデータとしては、オープンデータっていうのはウェブサイト等から制限なく公開されているもので、集団の統計値とかですね、特定の個人由来ではない資料の解析結果が入っています。ここは別に審査はいりません。制限公開データはこの審査が必要なんですけれども、個人レベルの情報ですね、
個人ごとの、ホールゲノムですとか、スリップの情報ですとか、そういったものがここに含まれるようになっています。であとは、論文を公開するまではちょっと公開を猶予してほしいということもありますので、ここで私たち1回お預かりして、まあ、番号あのデータに対する ID をお出しした後にしばらく公開を待機しているデータが中に含まれていると、こういったことで、こういったものはもちろんこの制限公開だのオープンデータに後に移っていくんですけれども、ここまでが私たちのデータベースの中に公開の格納されているデータになります。であとは、匿名化前とか公開する予定がないものですね、こういったものはちょっとお預かりできないということでお断りをしています。でデータ共有に関しては、まあ、データをどうやって共有していくか の、 そのルール決めを、まあ、NVT 社の中でやりまして、まあ、人データの共有ガイドラインとかからセキュリティですね、どういった取り扱いをするかというセキュリティガイドラインを、策定していまして、それに基づいて、審査委員会というのがまた別にありますので、この審査委員会で、このデータはこのデータベース上で共有してもいいか、それから利用申請があったときには、利用を許可していいかということを審査するということになっています。で例えば提供者が、申請をします。このデータを提供する人は、インフォームドコンセントといって、その資料を提供してくださった方ですね、その方に対してあなたの資料から取ったデータをちゃんとこういう公的なデータベースで公開しますよというようなことをちゃんと説明したということがちゃんと分かるような形の資料をつけていただきまして、それで申請していただきますと、まあ、承認されるということで、データベースの中に、データを送付して格納していただくときます。でその時に、まあ、どういうデータかということとか、まあ、どういうふうに取られたデータかということをちゃんと書いていただくようにしていますし、あとここでここに入れるにあたっては再度匿名化していただくということで、さらに分からなくなるようにしようということをしています。で、提供していただく際には、まあ、オープンか制限公開かということで分類していただくのと、それからデータの公開日を指定していただいたり、あと制限事項をもし、一般的なそのガイドラインで示すような制限事項以外に何か必要なもの、例えばがん研究にしか使いませんというようなことがあれば、それを示していただくということが必要になります。それでここに ID を付与して、それから論文等に、今もうこういった NGS のデータも全部論文に化するときに、ID が必要になりますので、この ID を付与するということになります。で利用者の方は、まあ、申請をしますが、このこういったデータを使いますよということについて、ちゃんと期間で倫理審査をしていただいているという状況が分かるような申請をしていただいて、それを承認すると、制限公開データの方についての特別なアクセスの ID パスワードをお渡しするということです。で、利用状況については報告していただいて、まあ、利用終了したらまた消去していただくとか、いろんなルールがありますので、それすべてガイドラインで示しております。でセキュリティも、まあ、基本的にはそのある一定のサーバーの中でちゃんと使っていただいて、データをまあやむやみやたらにコピーしないとかですね、使える人をちゃんと申請の時に書いていただいた人に限定するといったことで、まあどういったセキュリティの状況かということをチェックリストを提出していただくということで、利用者の方にはこういったセキュリティレベルが守られているなということを私たちは確認をします。でさらに、まあこれはインフォームドコンセントなどで、さらにこう例えば入室管理とかそういったことをちゃんとしてない、しているところであなたのデータを保管しますというようなことを謳っている場合は、もっとさらに高いレベルのセキュリティを施していると、こういったこともチェックをさせていただいています。人データベースについては、ウェブサイト先ほどご紹介したところから、何か使いたいなということがもしあれば、ご連絡いただければ私たちの方でご案内しますので、ぜひご興味のある方はコンタクトしてください。で最後にその他のサービス例ということで、ちょっと駆け足なんですけども、いくつかご紹介したいと思います。ですね、これも NVT 社のウェブサイトのところの、真ん中の上の方ですね、アクセスやすいところに日本語や動画で分かりやすくと書いてありますけれども、これ日頃割と使えるサービスかと思うので、皆さんにご紹介したいと思います。統合テレビという名前聞いたことある人はい、結構普通にGoogle で検索していただいたりしても出てくるので、割とご存知の方多いんですけど、まあ、ご存知ない方もいるということで一応説明させていただきます。データベースやツールの使い方や講演を動画で配信するものです。実は今日このような講習会もですね、この統合テレビで一応後から公開しますので、また後から見たくなったら一応見られるようにはなっていますので、それもご参考までのお話をしておきます。で動画の数今860本以上あります。でDB やツールの使い方に関しては、まあ、ウェブサイト上でここに何を入力するとかですね、そういったことを全部こう吹き出しで解説しながらですね、
やってますので、まあ、それを一通り見ていただければとりあえず使えるようになる、そういったものになります。で、講演なんかは、まあ、今日も例えば私1時間以上喋ってますけれども、DB やツールの使い方についてはまあ5分とか、まあ、短いものは3分とかそんな感じなので、とにかくまず使えるようになっていただこうというような目的で DB ツールを使って使い方についてご紹介をしています。で、 YouTube に実は上がっています。で、YouTube やっぱり非常にパワフルなので、いろんな機能も動画視聴するときについてますから、ぜひ YouTube から見ていただきたいです。実は私たちのところで提供しているサーバー自体はそんなにパワフルではないので、絶対 YouTube で見た方が環境はいいです。なのでぜひ YouTube を使ってください。で、本日紹介したカタログ横断検索アーカイブみたいな使い方についてもまた別の動画もありますので、また使いたくなったら今日の資料と合わせてご覧いただければと思います。統合テレビのトップページこんな感じです。あ、これだったら見たことあるっていう人がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。こちらの方に、目的別に検索っていうようなこともまあ、大きなボタンもありまして、例えばこの、まあ、タンパク質配列の構造解析っていうのをクリックすると、それの一連の動画のリストなんかが出てくるというような形になって、そこからまた選んでいくというようなことができます。これは今は一番 最新のものですねが出てくるということで、今はまた画面変わっていると思いますけれども、こういったもので、ご覧いただくことができますので、ぜひ活用してください。特に自分はもうこのツールの使い方知ってるんだけれども、新しく入ってきた学生さんに教えるっていう時にですね、まずこれ見といてとかいうような使い方を結構していただいているようです。で、あと2つご紹介します。ライフサイエンス新着論文レビューというものです。これは日本語による英語論文の解説記事です。どういうものかというと、例えばネイチャーとかサイエンスとかいう、まあ、いわゆるトップジャーナルに日本人の人が第一著者で書かれたような論文結構出てますけれども、それをその第一著者の日本人の方にお願いして日本語で解説記事、そのテーマに沿った解説記事を書いていただくといったものです。なので、はい、あ、どれぐらい知ってるか、あ、そうですね、このファースト、新着論文レビューって名前聞いたことある人、あ、結構いますね、ありがとうございます。なので、これ解説記事で、ネイチャーサイエンスに出るものっていうのはもう最先端のところでいきなりこう前提をこれは知ってるものとして始まるじゃないですか。なのでなかなかその分野の人でないとすぐそこまで理解がなかなか追いつかないんですけれども、これ解説記事でその前の段階のそのバックグラウンドからちゃんと解説してくれてますので、自分はあまりここの専門分野じゃないんだけどっていう人でもですね、入り込めるような記事になっています。すでに公開数が830本以上になってまして、特徴的なのは新たに書き起こしていただいているので、その文章とかですね、あと図ですね、もう再利用が可能な感じで CC BY という条件で配布をしております。例えばこういうレビューがあって、これのレビューに基づいて私はこういう実験をしましたみたいな、そういうプレゼンをですね、例えば学会とかでなさる時もここから取りましたという CC BY の表示をちゃんとつけていただければ、最初のこのイントロ的なところに使っていただくとか、そういうことは全く問題ありません。ネイチャーなんかに出すとですね、だいたいこの文章や図って全部ネイチャーの版権になっちゃって著作ですら使えないというようなことがありますので、そういうことにならないように、まあ、こういう条件で使わせてくださいということを著者の方にもご理解いただきながら、私たちのところでこういうコンテンツを揃えています。こんな感じの画面になってまして、これも新しいものからこうどん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 上に加わるようになってます。右側のこの辺のところ下の方へずっと行っていただければ、どういうジャーナルから選んでますみたいな、そういう数のリストですとか、そういったものも出てます。で、検索もできます。なので、これもぜひご活用いただければと思います。はい、こんな感じに、リンク、ここちょっと触りしか出てないので、ちゃんとこう文を読んだりとかですね、あと図もこんな感じに出たりとかしています。で、それと似たようなサービスなんですけれども、ここは領域融合レビューっていうものがあります。これは先ほどのファーストオーサーズって新着とちょっと違いまして、特定の学問分野とか領域を、もうちょっと広めに対象とした日本語のレビューになります。なので、ある
まあ、学問分野領域について新たに始めたい人がやっぱりこれまず読んでおくといいなっていうようなものなんですが、これちょっと後から始めたもので、実はこういう学会のところにご協力いただきまして、ここからそういうレビューを書いていただけるような先生をご紹介いただいて、それで書いていただいているというものです。ですので、まあ、ちょっと広い分野を対象にしているということもあって、まあ、ちょっと本数は少ないですけれども、その分広くカバーをしているということなので、これも ご活用いただければなんですが、同じように文章や図も再利用が可能です。ですので本当にこれこ そのある分野とか領域についてまず説明する資料として使っていただくというようなことができるかなというふうに思います。はい、使い方としてはページなんかちょっと似たような感じでテイストが似てるんですけど、こういったページになってまして、で PDF 版も配布してますので、まあ、ダウンロードして時間のある時にタブレットとかで見ていただくということも可能です。こういった感じですね。はい、印刷もできると思います。はい、ご活用いただければと思います。はい、でここまででサービスの説明は終わりなんですが、一番最後にちょっとだけお話をしておきたいのが、私たちのバイオサイエンスデータベースセンターというのは文科省の下にあります。なので基本的にはその文科省のデータを対象に集めるというのが、まあ、メインのミッションなんですけれども、ただ今いろいろな、例えば経済産業省ですとか、あと農水省、それから厚労省ですね、さっきのオープン TG ゲートを作っている厚労省の研究所とか、こういったところで実はすでにもうライフサイエンスに関するいろんなデータベースを集めるという取り組みをやっているということがありましたので、私たち の JSD がまあ一応旗振りをしてですね、このインテグバイオ JP という合同ポータルサイトを作っています。でここに出ているのは先ほど のカタログですとか横断検索とかアーカイブとかの検索の窓口と全く同じなんですが、一応こういう形で、こう日本の中で、いろんな公的な、プロジェクトに対して資金を出しているところが一緒にこういうふうにまとめていきましょうという動きをしているというご紹介をしておきたいと思います。ですので今横断検索とかすべてこの検索がかかるようになっていますので、まあ、どこから行っていただいても基本的に同じように検索ができるようにしているということをご紹介したいと思います。から最後になんですが、まあ、こんなふうに結構、私たちもデータ共有に対していろんな取り組みをしているんですけども、まだまだオープンサイエンスに対する、そういう報告が出たとはいえ、まあ、国レベルのルールとかガイドラインが欠如していたりですね、あとは人データの取り扱いに関してもちゃんとルール立てとかがなかなかできていないというような状況もあって、まあ、こういったものを国でもやってほしいし、私たちも意識しながら整えていかなきゃいけないかなというのが一つ、まだまだ課題になるのと、あとは結構例えば NCBI なんかは1000人とかそういう桁で桁の人間がそのデータベースを集めるとかそういうことを一生懸命やってるんですけども、私たちのところってやっぱだから数十人レベルなんですね。全然桁が違うんです。だからそういった人数とかそれから予算とかも圧倒的に違う中、まあ、どういうふうに日本のものを集めていくかということをやってるという、そういう状況だってことをお知らせしていきたいと思います。はい、ここまでで私のお話は終わりですが、何か、ここまでで質問があればということもありますし、それから、私一応、明日 お昼過ぎまでずっと いますので、何かお聞きになりたいことがあればぜひ聞いていただきたいと思います。データベースに関することは今日これからといっぱいいろんなデータベースに関する、使い方の紹介とかいろいろありますけれども、何かあれば私どもの方に連絡をいただいて、私たちの方からもいろんな先生方に問い合わせをかけたりとかしますので、困ったことがあったら NBDC の方にご連絡いただければと思います。はい、ではよろしいですかね。時間もちょうどなので、ありがとうございました。